九州電力は仙台原発1、2号機について期限の40年を超えた運転の延長を先週12日に原子力規制委員会に申請しました。その申請後初となる運転延長を検証する県の分科会が今日開かれ、九州電力の申請について一部の委員が分科会で議論が進む中での申請で違和感があったと不満を述べる場面がありました。今のこの技術的にこの評価をしている分科会において審議が進んでいる途中でですね、出すということは私はちょっといかがなものかというふうに思いまして、非常に違和感があったんですね。私はこのやり方ではものすごく信用を失うと思いますよ。しっかりした情報公開をしながらですね、データをしっかり示しながらご説明をさせていただきたいと。仙台原発は1号機が2024年、2号機が2025年に運転開始から40年の運転期限を迎えます。原発の運転期間は原則40年間と定められていますが、原子力規制委員会が認めた場合、1回に限り最長20年運転を延長することができます。九州電力は運転延長に必要な手続きの特別点検を実施した結果、異常は認められなかったとして、今月12日、原子力規制委員会に20年の運転延長を申請しています。申請後、初めての開催となった県原子力専門委員会の分科会は、運転の延長に関して集中的に検証するために県が設置したもので、専門家7人で構成されています。分科会ではこれまで特別点検の一部の結果が示され検証が進められてきましたが、今日はこれまでに示されていなかった1、2号機の特別点検のすべての結果が説明されました。委員からは九州電力に対し詳細なデータを公表するよう求める意見が相次ぎました。それは会社の秘密と書いてるけども、企業秘密と書いてるけども、だから内部のこの先生方じゃなくて、やっぱりこのしっかりと公表してほしいんですね。もっと風通しのいい議論にしてもらえませんか。委員にはもちろん示されてますけど、一般公開してませんよね。県民の皆さんから見ると、ね、全部これ伏せられてるんですよ。でもそれは説明できないんだったら、そこの安全性は説明できませんということになるから、それをよく踏まえてお考えいただきたい。一般市民の中にはやはり競合他社がいて、それらのデータの扱いというのは非常に難しい。実際にデータを整理しまして、ここはこういう理由だというところをある程度具体的にご説明をさせていただく準備をしておりますので、またご議論させていただければと。分科会では原子力規制委員会の運転延長に関する判断より前に検証結果をまとめ、塩田知事に報告する予定です。県民に直接的にできないという、それはもう当然あるんですけども、そこをやっぱり我々を、分科会の委員の先生方をご信頼していただいて、ご理解いただくということしかもうないのかなと思います。